どうも皆様、ゆきおでございます。さあ本日もね、お手軽なのに本格的、本格的なのにお手軽なクッキングやりましょう。すげえ久しぶりにこれやった気がする今日はね、ラタトゥイユっていうのを作っていきたいと思ってます。まあフランスの一応家庭料理っていう風になるのかな、野菜のトマト煮込みみたいな感じなんだけど、おつまみとしても全然食べられるし、ご飯のお供に、ご飯のお供になるのかな、食卓に一品として置いてもいいし、そして、常備菜にもなるっていうね。レシピはねすごいいっぱいあると思う。入れる材料とか、その作り方は多分もうそれぞれある。でその家庭家庭によって作り方は違うから、一概にどれが正解とはないんだけど、うちはこうやって作るよっていう、こういう材料を使ってこう作るよっていうのをちょっと紹介したいなと思ってやっていこうと思います。すごい簡単にできちゃうんで、よかったら見てって皆さんも作っていただけたら嬉しいです。じゃあ作っていきましょうか。 Let's cookie。 材料はこんな感じです。野菜は、お好みなんだけどね、ここからなんか人参とかセロリとか加えてもいいし、別にレンコンとかもなかったらないで大丈夫。ナス、ズッキーニ、パプリカあたりがあるとやっぱり雰囲気出るよね。あとは玉ねぎかって感じかな。よし、じゃあとりあえず切っていきましょう。まずはニンニク潰します。ニンニクはね目が臭いから、一応目をちゃんと取るっていうのが重要かな。よし、潰す。よいしょい、よいしょい。はい、お次は玉ねぎです。玉ねぎもね、本当にお好みの大きさでいいんだけど、一口大ぐらいなのかな。じゃあお次はナスちゃんね。はい、ナスちゃんもお好みの大きさで。はい、ナス OK。 はい、お次はレンコンちゃん、皮むこうね。全然料理慣れてない人だ。これも水にドボンです。ドボン。次はズッキーニちゃん行きましょう。乱切りベタ。 OK。 じゃあお次はパプリカちゃん行きましょう。まずはオリーブオイルを敷いて、ガーリックを入れて、はい、じゃあ結構香りも立ってきたので、まずは最初に、玉ねぎを少し炒めていきましょう。いきましょう。はい、じゃあこんな感じでちょっと玉ねぎを炒めてから次の野菜投入します。はい、レンコンとナスいってらっしゃい。はい、パプリカとズッキーニも行こう。いらっしゃい。はい、全体に油が馴染んできたので、次に、トマト入れます。トマト、トマトはちょっとね、ホールトマトをうち使ったんだけど、缶のやつ、これちょっと潰しとこう。トマトはね、フレッシュトマトを使っても全然いい。そっちのが結構味としても美味しいのかな。そっちの方が好きな人は全然フレッシュトマト使ってもいいし、この缶とトマトを混ぜながらっていう、フレッシュトマト混ぜながらっていうのももちろんいい。だからちょっと今日はフレッシュトマトなかったから缶だけで作ります。いけ、よいしょい。ローリエをキュッと入れて、そしてこちらだね。これまたアイハーブで買ったエルブ・ド・プロヴァンスの、ちょっと混じってるやつ。もうここに書いてあるセーボリー、タイム、ローズマリー、バジル、タラゴン、ラベンダーフラワーズが混じってるやつだから、これでもうね、これ一発、これ一個で大丈夫、十分。ただこういうのがない場合は、基本的にタイム、ローズマリー、
モレカのあたりは入れておいた方がいいかな。その方がなんかちょっと本格的な風に出ます。まあこれもぴょぴょぴょってなんかぴょぴょっていう感じで、まあ、こんなもんかな。よし、蓋をして、野菜に火が通っていくまで煮込んでいきます。弱火から中火ぐらいかな。はい、じゃあね、とりあえずまあ10分、11分、12分ぐらい煮込んだから、まあある程度、よいしょ、あ、いい感じ、いい感じ、よし、うん、まあこれで野菜に火が通ったかな。どうだ、通ってきてるかな。うん、まあ大体と、あ、でもまだ少し待ってもいいかな。とりあえず塩を入れて、あ、塩コショウ入れてまたちょっと煮込みます。はい、お塩です。ささそう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 よし、で、まあ、塩コショウしたので、まあ、ちょっと今度は水分飛ばすために、蓋をしないで、まあ、ちょっと煮込んでいきます。で、この段階で少しまだなんか火が通ってなさそうな野菜があったら、まあ、蓋をしてまた煮込んでもいいんだけど、いい感じに煮詰まってきて水分も飛んできたので、こんな感じだね、うん、水分も飛んできたので、まあ、ちょっと味見をしてみて、まあ、そこで塩コショウを調節する感じなんだけど、ちょっと味見ようか。あ、美味しいね、いいね。あ、でもちょっとね、うん、もしかしたら塩足りないって思う人もいるかもしれないから、あのさっきやった分量だと、その時はもう少し塩足したりして調節してください。うん、いいかな。はい、じゃあ、まあ完成ですね。完成でございます。はい、では完成したので食べていきましょう。おい、ではいただきます。うん、美味しいございます。うん、これのやっぱ塩味がもう多分人それぞれ好みが違うから、めっちゃこのぐらいでいいんだけど、やっぱ多少もう濃いのが好きな人は少しもうちょい多めでもいいのかなっていう感じでも、野菜の味がしっかり感じられるのでこのぐらいがうちは好きです。うん、で、まあ作りたてももちろん美味しいんだけど、まあ一晩置いて、まあ、2日目3日目ぐらいになってくると馴染んでくるので、作って、まあ、常備菜として置けるから、まあ 4,5 日は全然多分普通に置ける。で、冷やして、まあ冷えた状態で食べても全然美味しいので、ぜひよかったら作ってみてください。まあワインのお供とかにもいいですし、まあ食卓の一品として普通に置いてもいい。まあ野菜しっかり取れるからね、いいと思います。よし、いいぞいいぞレンコンね、うん、レンコンって美味しいよね。じゃあ、まあそんな感じかな今日は。うん、まあ非常にすぐ作れちゃう料理で美味しいので、よかったら皆さんも作ってみてください。うん、では今回もご視聴ありがとうございました。まあチャンネル登録もよかったらよろしくお願いします。まあ、そして一応ね、あのゆきインスタもちょっと始めてみたんで、よかったら覗いてフォローとかしてもらえたら嬉しいです。はい、じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら。バ